ステファン・エヴァー・ハーターは、オーストリア出身の元アルペンスキー選手である。2002年と2003年のアルペンスキーワールドカップで、総合優勝を果たした。1990年代後半から2000年代前半に、かけて、ヘルマン・マイヤーの最大のライバルとして知られる。日本の報道では、エベルハルターと表記されることもある。1987年に、 ジュニア世界選手権に出場したエヴァンハーターは、翌1988年にオーストリアのナショナルチームの一員となる。1990年シーズンにワールドカップデビューを果たすと、翌1991年にザールバッハで開催されたアルペンスキー世界選手権でスーパー大回転と複合の2種目制覇を果たす。翌1992年アルベールビルオリンピックは、 エントリー後の怪我で欠場を余儀なくされ、同年秋にはオートバイ事故で鎖骨を骨折する。その結果、1993年に雫石で開催された世界選手権では複合の連覇を逃した。その後、3月のワールドカップでスーパー大回転で2位に入るなど、復調の兆しを見せていたエヴァンハーターだったが、同年12月にバルガルデーナでの滑走中、左膝に、 大怪我を負う。この手術のため1994年シーズンは欠場し、1995年シーズンにはナショナルチームからも外された。1996年シーズンに復帰したエヴァーハーターは、再びワールドカップの舞台へと戻るため、ヨーロッパ選手権に復帰した。同年の世界選手権ではナショナルチームに所属せずの参加となったが、 連覇のかかったスーパー大回転では途中棄権した。1997年冬、エヴァー・ハーターはワールドカップへの復帰を果たす。だが、エヴァー・ハーターが不在の間にオーストリアのアルペンスキー界では新鋭ヘルマン・マイヤーが台頭していた。翌1998年長野オリンピックではスーパー大回転で棄権し、大回転こそ銀メダルを獲得するもマイヤーに敗れた。 シーズン最終戦となった3月14日のクランモンタナ大会の大回転でワールドカップ初優勝を挙げ自己最高の総合3位入賞を果たすも優勝はマイヤーであったその後のワールドカップでも1999年シーズンは4位2000年シーズンは6位2001年シーズンは2位といずれもマイヤーの後人を廃止総合優勝を逃すことになる 2001年の世界選手権では、スーパー大回転で、ダロン・ラルベスに次ぐ銀メダルを獲得した。久しくマイヤーの影に隠れ、永遠の2番手という印象が強くなっていた、エヴァー・ハーターだったが、思わぬチャンスが訪れる。2001年8月、マイヤーがオートバイ事故で重傷を負い、翌、シーズン、さらには2002年ソルトレークシティオリンピックも、欠場することとなったのである。 2002年シーズンのワールドカップ、エヴァー・ハーターは格好とスーパー大回転で種目別優勝を果たす。総合成績でモニーのチェーティル・アンドレオモットを600ポイント以上も引き離す圧勝で初のワールドカップ制覇を成し遂げた。マイヤーの不在、さらには回転で期待された、マリオ・マットも1月の負傷で欠場したことから、ソルトレイクではオーストリアのエースとして期待が集まった。 最初の種目、格好では、銅メダル。続くスーパー大回転では10分の1秒差で、大元に敗れ銀メダルに終わるも、最後の種目となった、大回転で、ボディーミラーを破り金メダルを獲得した。この時すでに32歳であり、年齢的にもこの五輪が、ラストチャンスであったことから、この金メダルは僕にとって、特別な意味があるとコメントした。 2003年シーズンもワールドカップで総合優勝し、格好とスーパー大回転でも種目別優勝を果たした。同年の世界選手権でもスーパー大回転で金メダルを獲得するなど選手としての絶頂を迎えていたが、この時、エヴァーハーターは翌2004年シーズンでの引退を決意していたと言われている。現役最後となった2004年シーズン、格好で ワールドカップ3連覇を果たしたが、総合では、金差の2位に終わった。優勝は、マイヤーであった。同年9月17日、現役引退を発表した。ありがとうございます。